体感料を払うゆとりがありません。悔しいけど。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バゴシンです。この旅行動画にぜひコメント高評価、そしてチャンネル登録お願いします。岩手貧乏旅行3日目になりました。そろそろ岩手県を離れまして、東北本線を南の方に下っていこうと思っていまして、でまあ2日間お世話になったゲストハウスメインさん、詳しくは動画を見てください。このゲストハウスメインさんを後にして花巻駅から東北本線で平泉の方へ向かいます。平泉といえば大河ドラマもしていますけれども、奥州藤原氏が栄えた場所ですから、いろいろと歴史も感じられるんじゃないかと思います。早速駅に向かいたいと思います。まあ、正直なところを言いますと、前の動画でも言ってますけど、花巻は宮沢賢治の生まれ故郷ですから、もっとこの花巻のことを知る旅をしてもいいんじゃないかなと思ったんですが、先日の台風の影響で午後から雨が降るということで、あまりゆっくりもしていられないなと判断したわけです。予報ですけれど、だいたい午後2時ぐらいから雨になるということなので、平泉の方ですけど、そういうことであれば早めに移動してしまった方が賢いんじゃないかなと判断したわけです。本当にあっという間の花巻での2日間でしたね。もう少しゆっくりしたかったな。季節柄ですね。沿道に紫陽花が咲いてました。もうすぐ花巻駅に着きます。移動の間に調べたんですけど、茅ヶ崎方面ですが、一番早い電車があと10分後だそうです。それに乗れば花巻から平泉まで確か42分かかりましたので、おそらく8時ぐらいには平泉に着いて、でゆっくり平泉を見物できるんじゃないかなと思います。義経の伝説、奥州藤原氏の館跡、そして中尊寺金色堂、これらを中心に歴史とロマンのドケチ旅をやってみたいと思います。花巻駅着きました。たった今改札を抜けました。18切符の残りもあと今日を使い切るとあと1日になりますので、今回は本当に切りよく使い切る形になりますね。もうそろそろ向こう側の何番ホームになるかちょっと忘れてしまったんですけど、2番ホームか3番ホームどちらかに、あ違うな、2番ホームですね。2番ホームの方に茅ヶ崎行きの電車が現れます。その電車に乗って平泉に向かいたいと思います。というわけで平泉やってきました。初めて来ました。ではいよいよ奥州平泉散策の始まりです。窓の向こう側に北上川があるんですけれども、北上川のそばに奥州藤原氏の館跡と源義経が命を落としたとされる衣川の戦いの舞台になった館もあるそうなので、先にこちらを訪ねたいなと。今ですね、駅前の観光協会さんで道を教えていただいて、それで、あ、ここにもありますね。ちょうどいい感じに道案内ありましたんで、この方角に向かって歩きたいと思います。まずは、奥州藤原氏が栄華を誇った館跡を見てみようと思います。今はね、建物も何もなくて、原っぱで、なんか関連の歴史館というか、すみません、語彙力なくて、そういった関連施設が建っていて、北上川沿いに広大な敷地が広がってると。で、傍らに道の駅平泉もあるそうなんで、行ってみようかなと思います。
キャラ御所跡って書いてあるんですけど、こっちでいいんでしょうか。ちょっと行ってみます。間違えてたらまたえらいことになるけど、ちょっと違ってました。よくよくマップアプリ調べたらここじゃないって出たんで、危うくフライングするところでした。もう一回気を取り直して歩いてみます。道の駅平泉とありますので、この方法で間違いないですね。ちょうどこの入り口の方にジュゲムさんっていう喫茶店があるんですね。これが目印ですね。さあ向かってみましょうか。柳の御所跡入り口って書いてありますから、やっぱりこっちですね。というわけでやってきました。ここが奥州藤原氏の館があった柳の御所跡地です。ここに地図がありますけれども、向こうに見えるグレーの建物は平泉世界遺産ガイダンスセンターというところです。すぐ近くには道の駅平泉があります。で、あの針葉樹林に囲まれた内部に柳の御所の史跡があるらしいです。ちょっとだけ歩いてみましょうか。ちょこっとだけね、全部回ってたら時間なくなっちゃうんで、ちょこっとだけ見て回ろうかなと思います。何しろ6時間のうちに5、6箇所見て回るので、こういう感じなんだなっていうことが感じてもらえれば、それでいいかなと思ってます。問題は入れるかどうかなんですよね。入れなかったらすみません。ありゃ、どうも閉鎖中だな。入れなさそうですよ、あれ。ありゃー。ちょっと早すぎましたね。30分ほど来るのが早すぎました。柳の御所開園時間が朝の9時から夕方の5時まで、入場料はかからないですが、ちょっと早すぎだな来るのが。でも広いですね。ここにかつて奥州藤原氏の映画があったわけですよね。それとあの土手の向こう側に北上川があります。次の場所に行きましょう。駆け足ではあるんですけども、早速中立義経堂、僕が聞いた話では義経が死んだ場所に立ったお堂なんですけども、もうそろそろ開館時間迎えてると思うんで行ってみようと思います。柳の御所が結構広いので、あの案内標識見た感じだと高立義経堂まで770メートル、ざっくり1キロは歩いてねっていうことなんで、はあ、ちょっと大変です。先日台風が来たばっかりなので、ちょっとずつセミの声が聞こえたり蒸し暑さを感じるような状況にはなってきてます。こういう道を770メートルも歩かなきゃいけないんですね。それは嫌味かって、お叱りを受けそうですが、すみません。そういう意味じゃないんですよ。最近歩くっていうことから離れているので、自分の怠慢でしかないんですけど。もう一度柳の御所の跡地を見ていただいてます。本当に広い。周りに誰もいないのでマスクを外させていただきました。それでもう少しで高立義経堂が見えてくると思うんですね。セミの音が気になる方はこの場面音量を下げてご覧いただければなと思うんですけれども、本当失礼な言い方かもしれないんですけども、奥州藤原氏の史跡がなかったら、もしかしたらどこにでもある普通の集落だったのかなって一瞬思ってしまいました。地元の皆さん本当にすみません、失礼な発言で。あ、もうそろそろですね。教えていただいた道とは全然違うんですが、このまま歩き続けると江戸時代を代表する俳人松尾芭蕉のあの有名な句碑が先に出迎えてくれるはずなので、今見えますか？坂です。坂道歩いてます。きついです。蒸している上にきついです。でも頑張りますちょっとやりすぎましたけど、多分あの階段を上がるんだろうな。この撮影をしている時は終戦記念日なんですよ。なんですけどまだ残ってましたね、アジサイが。高立二景堂、やっと来れましたね。
やっぱり台風の影響がまだ残ってますね。北上川ものすごく濁ってます。で、先にこちらの方へ行ってみたいんですけれども、先ほどちらっと見えましたが、松尾芭蕉の句碑義経への哀悼の意を表したと思われる句が石碑になってまして、これですね。夏草や強者どもが夢の後。ちょっとフェンスと木々で見えづらいですが、北上川を見下ろせる場所にこの句碑が立っています。先ほどの松尾芭蕉の句碑から逆方向に行くと歩道の方があります。今向かっているところなんですが、どうやらあの階段を上がらなきゃいけないみたい。でも上がりましょうか、せっかくだから。高立ち理系堂ですね。歩道の階段の手前には資料館があります。地域で終わったはずのアジサイの花がまだ元気に咲いています。それでは高立ち義経堂お堂の方行ってみたいと思います。興味のある方は資料館行ってみてください。僕は雨が降る前に移動しなきゃいけないん で口コミサイト見てるとちょっと見えてますけど、閉まってる時があるらしいんですよ。扉が今日は開いてました。ここが高立ち義経堂のお堂です。やっと来ました。お堂の横には義経堂供養塔があります。ここからも北上川がよく見えます。台風の後でなかったらもっと綺麗だったんでしょうけど、残念ですね。そこは彼はこの場所から自分の最後を訪れる瞬間をどんな風にこの景色を見ていたんでしょう。切なくなりますね。ここに源義経の足跡が地図で示してあります。彼はたった10年のこれだけの場所を移動して、そして本当に悲劇的な最後を迎えたんだなと、ちょっと言葉にならないですね。源氏の系図、そして奥州藤原氏の関係家系図があります。この辺は2階の仁王像があります。そうしましたら、東北本線の反対側の方に行ってみようと思います。向こう側には、義経の正室の里御前の墓、それから武蔵坊弁慶の墓が中尊寺の入り口にありますので、そちらを見て回ろうと思います。駆け足気味ではあったんですが、柳の御所、そして高立ち義経堂と順番に回りまして、先ほども申し上げましたけども、今度は東北本線の線路を越えて中尊寺に向かってみたいと思います。義経のお墓も向こう側にあるんですが、順序立てて散策するとなると先に中尊寺に向かった方が良さそうなの で耳寄りな情報、中尊寺の建物ですね、お堂ですとか、中に入らなければお金かからないって聞いたんで、何しろ今回の旅行とにかくケチるがテーマですから、ケチらないと意味がないんで、結構はしょり気味にはなるんですけど、中尊寺を巡って側から見てみたいなと思います。本当適当ですいません。すぐ近くに線路があるわけなんですけれども、本当今回は無謀というか、っていう感じのケチり方をしてまして、東北本線をね、宇都宮からずっとただひたすら北上してここまで来たわけなんですけれども、今度はこの線路を渡りますよ。
ローカル線の良いところは本数が少ないためにゆっくり踏切を渡れるってところでしょうか。なのでもう見えてきました、こちらが中尊寺ですね。行きましょう。補足しますと、高田地義経堂を管理維持されているのは毛通寺というお寺です。毛通寺さんは道で言うとこちら側ですね。ちょっと傘見えちゃってごめんなさい。この方角に毛通寺さんあります。どちらかというと平泉の駅に近いです。さて中尊寺はもう見えてくるかな。高田地義経堂から歩いて10分とかかりませんでした。中尊寺にやってきました。ここで僕がやることが2つ、武蔵坊弁慶の墓を見ること、それから金色堂を外から見物することです。早速散策を始めましょう。早速見つけてしまいました。ここが武蔵坊弁慶のお墓です。入ってみます。中尊寺の手前にあった、見ていただきたいんですけど、地元の方が本当大切にされているのがよくわかる綺麗な花壇があります。林道の花も咲いてるんですよね。林道で合ってるかな、本当適当。いや本当綺麗ですよね。というわけでこれが武蔵坊弁慶のお墓です。やっと来ました。お盆の時期なので真新しいお花がしてありますね。中尊寺やってきました。早速参拝してみようと思います。金色堂までの距離は 800m、 およそ1キロだそうです。さっきも高田地義経堂で歩いたのにまたさらに歩く、いやいい運動になりますよなんて嫌味に聞こえたらすいません。本当よし、ここまで来たらもう頑張るだけです。ちなみにこんな感じです。息が切れる、なまってるな。いや本当にね、ちょうど夏休み中っていうことなんで、ご家族連れでいらっしゃってる方結構見かけますね。まあ、それでも感染症が流行る前に比べたらだいぶ少ないんでしょうけどね。まあ結構しんどい。大っぴらには映ってないんですけど、結構坂がきついからところどころにソフトクリームを売ってるとこあるんですよ。あと金色堂まで 540m です。ほんと坂きつかったな。ここからいろいろ見渡せるのかな。ここからの眺めはこんな感じになってます。で向こう側ですね、今人がいっぱいいるんで映せないんですけど、お堂があって名前は弁慶堂というそうです。さあまだ500キロあるので歩きますよ。やっぱり地図ぼんやり眺めてこんな感じなんだって想像するのと実際に歩いてみるのは違いますね。こんな感じなんで、あーそこそこ大変です。ここ上がるのが富士山のレベルでどのぐらいだろう。富士山も結構きつかったし、平城だと思ってた青葉城仙台のかなりの過酷さだったし、次はすいませんが、ちゃんと上がっていくのに無理コインっていう狙いの金です。山道を上がってくる途中にこの看板なんだろうなと思ったら向こうにですね、現在売ってるとこあります。甘酒も売ってる。お菓子付きで抹茶も出してるみたいですよ。下の方見切れちゃってすいません。こっちですね、こっちの方にあるみたいです。やっぱ傘映るな。動画配信活動をやってますとたまに声をかけられて、最近はチャンネル教えてくださいとか一回見てみますとか、ありがたいことに声かけていただけるようになるっていうのはクリエイター冥利に尽きるというか、あとは収益化っていう大きな目標をなんとかクリアしたいところなんですけどね。金色堂まではまだ長いので今のうちに水分取っておきましょう。僕の悪い癖でついコーラに手が伸びそうになるんですが、コーラは後で喉に砂糖の塊が張り付くっていうトラウマが過去にあったんで、お茶で、はあ、うまい。
向こうに中尊寺っていう寺があるんですけど、人が多いので中に入るのを諦めました。金色堂あと残り 240m 見れるでしょうか。他には目もくれずに歩いていますけど、かれこれ10分以上。いい運動だ。最初ここは誰も参拝してないみたいなんで、ゆっくり撮らせてもらいます。そろそろに池がありました。ちょっと見づらいですけど、トンボも飛んでますね。あれは塩辛トンボかな。金色堂への途中にはこういう建物もあるみたいです。名前は分かりませんですね。たどり着きました。ここが金色堂です。ただし繰り返し言います、今回の旅行シリーズ全体のテーマ、とにかくケチるです。配管料を払うだけのゆとりがありません。だからここで指くわえて眺めるだけにします。悔しいけど、中尊寺金色堂遠目からですけど見ることができたので、そろそろ下山します。向こう側に配管券の販売している案内所があります。今回は無理だな。仏教寺院ではね、ちゃんと歩いてみると分かるんですけど、中尊寺も仏教寺院なんで、参道から先の境内そのものが寺院になっているということなんで、この広さがすごく自分の足で歩いてみて初めて分かった気がします。綺麗にまとめようとしてますけど、実際ほんと大変なんです。もうあとは降りるだけですから。こっちの吹き水坂、それも元の道に帰れるみたいなんで、ここに来る時に使った坂はしんどすぎるっていうのと、別の景色もお見せしたいので、この方角で下山したいと思います。それでも角度はきついですけど。蕎麦屋さんがいます。欲しいです。白泉来たら寄ってみてください。では今回失礼します。なるほど、お見せすることはできないんですけど、向こう側駐車場がありました。なんとか参道を降りることができました。そうしましたら、だいぶ駆け足で平泉散策できたわけなんですけれども、最後に足を運ぶのが、佐藤殿のお墓行ってみたいと思います。中尊寺からだと、だいたい15分くらいかかるそうです。早い時間帯に出てきたんですけど、それでもお昼近くなって、すぐ隣の道路の車の交通量ですとか、人通りもちょっと多くなってきましたね。なかなか大変なんですけども、とりあえず次で最後です。どうやらこの方角みたいですね。この坂を上がって左に入った方に里御前の墓があるそうなんで、坂を上がって降りてきたんでちょっと息が上がってますけど、また坂なんですけども、ゆっくり上がりたいと思います。まあ坂が多いのはしょうがないですけどね。むしろ坂がないっていうことを前提に歩く方がおかしいんだ。また違う案内標識を見つけました。この方角に毛通寺があって、でこれから足を運ぼうとしている義経夫妻の墓はこっちにあるそうです。金鶏山の入り口前にあるそうです。義経の墓は中尊寺にあると思っている人が多いと思うんですけど、別なんですよね。義経の終焉の地も高田地義経堂ですし、あ、すいません、もう今周りに誰もいないのでマスク外しました。ちょっと顔の半分に熱がこもってしまって息苦しくなってきたんで、こっち側見るとため息が広がってます。多分こちら側はあまり人が来ないみたいなんですよ。多分ほとんどの人がね、中尊寺目当てで行ってしまうから、義経の正室の里御前の墓が別のところにあるって知らないと思うんですよね。それから僕も勘違いしてたことがあったんですけど、静か御前って言うじゃないですか。多分知らない人はいないと思います。静か御前は義経の愛人なんで、最近わかりました。愛人だったんですよ。正式に結婚はしてないみたいで、なので義経と最後を共にしたのは里御前なんで、今年2022年の大河ドラマ見てた人はご存知だと思うんですけど、坂に続くさらに坂でちょっと息が切れてます。あとセミの鳴き声が人によっては蚊に触るかもしれない、まあ、ゆっくり進みます。ちょっと斜面が緩くなってきましたよ。もうちょっとしたら金鶏山の入り口になるんでしょうかね。中尊寺ほど混み合ってはないです。隠れた地所名跡みたいな感じになってますから、お墓もそんなに豪勢なものじゃなくて意外と目立たなかったりするそうです。
これはご褒美ですね。ずっと登ってきたから今度は下り坂です。この先下ったところに正室の加藤御前のお墓があります。あともう少しです。金渓山に着きました。金渓山そのものはそんなに標高高くなくて100メートルぐらいの円錐形の小高い山なんだそうです。そしてこの金渓山の麓に義経大使の墓があります。50メートルほどですからすぐ見つかりますね。さて、あ、もう見えてきました。義経大使の墓ありました。本当にちっちゃい。事前情報で聞いてたけれど本当にちっちゃいですよ。ここが義経大使のお墓です。本当に簡素だな。開けた側の人にはそれ相応のお墓しか用意しないとかって聞きますけど、ね、それにしても悲しげなお墓ですよね。そうしましたら回りたいと思っていたところは全部回りましたんで、平泉駅にそろそろ戻りたいと思います。ここをこのまままっすぐ行けばおそらく平泉駅行けると思ってます。途中で右に曲がらないといけませんが、おっとやばい、カラスが排泄物を落としてきました。やばい、危うくちょっとでもタイミングがついていたら僕が被っていたところだ。というわけで再び平泉駅に戻ってきました。若干駆け足気味ではあったんですけども、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。今回の平泉散策は僕の独断と偏見で3つ選んだわけなんですけれども、徒歩でも2時間もあれば回れてしまうような散策コースになってますし、自家用車お持ちの方もしくは公共交通機関ですね、バスとかタクシーとか使う方であればもっと便利にいてもっと気軽に散策ができると思いますので、この旅行動画を平泉を旅行する際の参考の一つにしていただければなと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。